ドジャース5、1ブレーブス、日本時間6日、ロサンゼルス。ドジャース大谷翔平投手は5日、日本時間6日、本拠地で行われたブレーブス戦で2発を含む今季初の1試合4安打をマークした。チームの4連勝に貢献し、強いチームに対してそういう野球をできているのは自信にしていいし、また明日からの励みにしたいと思います。と頷いた。 初回虫一塁、初対戦のフリードのカーブをバックスクリーンに運ぶ先制の9号ツーラン。2試合連発となるアーチで最先良いスタートを切ると、第2打席は左前打、第3打席は技ありの中前打を放った。初めての対戦だったのでどういう感じで来るかわからなかったけど、まずは自分のスイングをしようと思いましたと振り返った。 そして4対1で迎えた8回虫の第4打席。ミンターの初球のフォーシームを完璧に捉えてバックスクリーン左に運んだ。再びリーグトップに並ぶ一発で、飛距離464フィート、約141.4メートル、バコン期最長。自身3番目の飛距離であることを聞かれるとボール自体が振るべきボールを触れているのがいいところ。 あの方向に距離が出るのは状態がいい証拠かなと思います、とうなずいた。チームはブレーブスに対して同一カード3連勝を飾り、大谷もディフェンスも含めて投手陣も良かった。オフェンスもですけど、まず先発投手が素晴らしかったなと思いますと喜んでいた。